こんにちは、吉谷さん。確かにラジオっていいですよね。聞きながら作業しますから、広告のスキップって出てこないような気がするんですよ。ただこれね、同時に思うんですけども、これ広告主の方に何のメリットもないですよね。まあ、ですんであんまり長く続かないんじゃないかなって気がします。まあ、だからこそ今のうちにやっておけって話なんですけどね。ということでやってみました。私ね、ラジオ都市伝説というシリーズを始めます。で、第1話は白いワニの伝説っていうことでね、お話しています。お話のソースはウィキペディアなんですけども、これね、このシリーズやろうと思ったら無数にネタがあるんで、いくらでもできますね。ただ私はウィキペディアを読んで朗読するだけと。で、適当な画像とガチャンコしてアップロードすれば、ずっとコンテンツできていきますよね。で、都市伝説っていっぱいあるんで、全部知ってる方はいないと思いますし、やっぱり何度聞いてもね、こう面白いものですから、これ別にやっていいんじゃないかなと、ラジオ都市伝説でね、まあまあと思いまして、試しに第1話やってみましたよ。ということで、何でもかんでもやってみるっていうことと、いい話だねで終わる人と、ものすごい差ができるんじゃないかなと思うんですよね。まあ言ってみれば、とりあえずやってみるかみたいなお試し動画も私一般公開してますからね。それによってある一定のアクセスが集まったり、まあ自分の経験値も上がるし、そうですね。だって言ってみれば、就職先が YouTube ですから。私の場合は YouTube 一日中やっててもいいわけですよね。それこそ10時間ぐらい YouTube ずっとやっていいもんだったらやりますけども、まあそこまでやってないな。確かに一日ね、正味 2,3 時間なんですよね、私パソコンの前に座ってるのって。で、それでほとんどの時間は自由、しかも YouTube も好きなネタしかやってないんで、拘束もされてないということですかね。なんということでしょう、億万長者合宿。まあこの放送見てね、音声配信する人いるんですかね。私は吉谷さんのさっきの動画見て早速作りましたけども、このスピード感誰かあるんですかね。ないんじゃないかな。まあラジオシリーズね、確かにあるなと思うんで、まあちょっと私もやってみようかなと思います。それでは行ってきます。